厚生労働省が発表した8月の毎月勤労統計調査によりますと物価の変動を反映させた地質賃金は1年前と比べて2.5%減少し17ヶ月連続でマイナスとなりました名目賃金にあたる現金給与総額は1.1%増え20ヶ月連続のプラスとなりましたが物価の上昇に賃金の伸びが追いつかない状況が続いています